こんにちは、生体ニコニコスタイネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということでですね、今日は脳は現状維持を従っているということについてお伝えしたいと思います。これはですね、あなたが今痛みやしびれを改善しようとしたりですね、姿勢を良くしようとしていたらですね、これを知っておくことで、改善の道、これから進んでいくことについてですね、焦らず進んでいくことができますし、確実に体が改善してですね、姿勢も良くなっていくことができます。で、これはなぜそういうことが起こるかと言いますと、脳には現状維持をしようとする働きがあるからなんです。で、現状は例えばあなたが今腰が痛いとします。腰が痛いとしたら、脳はその腰が痛い今の状態を維持しようとします。し、あなたが今膝の痛み、それから足のしびれがあるとしたら、あなたの脳はですね、その現状です、膝の痛い状態、足がしびれている状態、それをですね、その現状を維持しようと脳は働くんです。あなたの姿勢がもし今崩れているとしたら、その今のあまり良くない姿勢をですね、あなたの体、脳はですね、維持しようとします。これはですね、なぜそういうふうになるかと言いますと、脳はそういうふうに働くんですね。脳っていうのは、今まで昨日まで生きてこれたとしたら、その昨日と同じように行動したら今日も生きれるというふうに脳は思います。ですから、体にとってこういうことがいいことだと、食事を変えたらいいことも分かっているし、こういう悪い習慣をやめて、こういういいことをしたら体にとっていいことだということを知ってたとしてもですね、脳は今までやってきたことを、維持しようとします。なぜならその方が、命が守られると思うからなんです。ですから、例えば血圧がすごく高くて150ありましたという人でも、いきなり次の日に正常値である120とか110とかにいきなりならないわけです。それと同じですね、体っていうのは、たとえそれが悪い状態だとしても、それがいきなり変わることによって起こる危険の方が脳は嫌がるわけなんです。ですから、それはですね、体が痛みがある、それは体にとって良くないことなんですけれども、それ痛くてもですね、あなたがそれまで、今日までですね、生きてこれたということは、その現状を維持すれば、脳は、いや、今日も生きれるし、明日も生きれると思うわけなんです。ですから、改善をしてもですね、その現状、今までの状態を維持しようとして、それが体の癖によってですね、体が歪んだりとかしてきますし、歩き方が、もし膝が痛くなるような歩き方をしててもですね、やはりその膝が痛くなるような歩き方は次の日も癖になってしてしまうということが起こるわけです。そうすると、体は良くなりたがってはいるんですけども、現状を言い従うことによってですね、ポン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 って良くなるよりは、こう波をしながらですね、次第に改善していきますので、やっぱそれを知らないとですね、もうポンポンって良くならないと不安に感じたりとか、焦ってしまって、それがかえって改善を妨げたりしますので、こういうふうに脳は現状を維持するシステムがあるんだと、そういうふうに働くんだということをですね、知っていただいて、波をですね、感じながらも改善していかれることをお勧めします。ということで、今日はですね、脳の現状維持システムについてお伝えしました。ぜひこれを知ってですね、取り組んでいただいたら改善もスムーズに進んでいきますので、そういう形で、今日もありがとうございました。